どうも、雑草野球少年、りょうすけです。今日はピッチャーにおけるしなりとリリースの位置について紹介していきたいと思います。これよくしなれって監督に言われることはよくあると思います。実際僕もこれは高校時代めちゃくちゃ言われました。しなっていきなりピュッて投げろと。そんな曖昧な言い方で言われても多分わかる人って少ないと思います。そのため、今回しなりについて紹介していきたいと思います。また、リリースは皆さんどこがいいのかっていうのもまた知りたいと思うので、それを紹介していきたいと思います。では、プレーボール。まず、しなりについてです。よく、しなれって言われたら、皆さん想像するのは、結構こういうのが多いと思います。こういう感じで投げるときに、こう、前に、こういう投げ方をすれば、しなるっていうイメージがあると思います。実際、よく見てても、しなりを生もうとしたら、この肘から出さなければいけないよっていう、イメージでやってしまう人が多いと思います。でも実際これ肘から出して力って入らないんですよね。こういう力って入んないんですよね。そしてこの投げ方っていうのは本当に肘を痛めますし、速い球を投げれないし肘を痛めるっていう最悪のルーティンが待ってます。そのためこの投げ方やめてほしいです。でしなるっていうのをまず意識するときにこの意識だけは絶対やめてください。実際僕もこのイメージで中学時代やってました。その中学時代このイメージでやって肘を痛め、そして手術までなってしまいました。力が強い人っていうのはこれで投げれる人がたまにいるんです。でもこう投げ方で投げちゃったら肘を痛めます。そのためこの投げ方だけは絶対にやめてほしいです。ではどういう投げ方でしならせればいいのかって思うと思います。それはしなるというよりは勝手にしなってくるっていう投げ方を作ってあげてください。実際腕って投げたら勝手にしなってます。そのため体をまず作ってあげる、しなりを作るために体を作ってあげる、柔軟性であったり胸郭の柔軟性、肩甲骨の柔軟性、まあ、股関節の柔軟性であったり、そういういろいろな、あと筋力とかも瞬発力とかもあって体が良くなればなるほどその分しなる可能性っていうのは高くなってきます。でその時にどういう投げ方をするかというと、こうまあギリギリまで体を開かないっていう投げ方を作ってあげてください。そしてトップを作ったらそこから腕がギリギリまで出てこない、そしてギリギリまで作ってあげて最終的にっていう感じに出してあげるっていうのが大事になってきます。だからギリギリまで粘ってあげて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 急に腕が出てくるっていうのが一番しなれるかなっていう感じです。次はリリースについてです。リリースはよくまあ結局キャッチボールでもよくやるんですけど、こういう投げ方、近い距離だったらこういう投げ方をよくすると思います。でも実際これってさっきも言ったし怪我も多いですし、速い球投げれない速い球投げれないからリリースがこうなった時にこれで押されたら力って入れませんよね。だからここら辺の筋肉を使ってあげるっていうのが大事になってきます。だからそのためこの使えない部分っていうのがあると思います。ここのギリギリの使えない部分、ここら辺だったら使えると思うんですけど、ここに使えない部分があります。これをゼロポジションって言います。このゼロポジションを作ってあげて、これがリリースの位置になってあげます。リリースになります。でもなんかプロ野球選手でこっから出てる人とかここら辺から出てる人とかいるじゃねえかっていうイメージあると思います。山岡選手とかこっから出てますよね。じゃあなぜその上から出るかっていうと、山岡選手は胸郭がめちゃくちゃ柔らかいです。肩甲骨もそのためここの位置でもう投げれるっていう状態ができています。この位置でこう持ってきた時にゼロポジションができています。山岡選手はで実際そんな選手って多くないので、ここのゼロポジションの位置から投げる人も多いです。だからサイドスローでもちょっとだけこうゼロポジションからこう横にしてあげる、っていうのが一番いい投げ方になると思います。これがリリースの位置です。じゃあそのリリースをどうやって作れるのかっていうのを覚えておいてほしいんですけど、キャッチボールの時にまず始まりにこっちに腕を置いてあげます。そしてこういう感じに
ゼロポジションに持っていくっていう形を作ってあげてください。1球投げる前に2回ぐらいやってみれば意識がそこに向くのでリリースの意識ができると思います。以上が、しなりとリリースについてです。おお、ゲームだ、ゲームセット。綺麗な躍動感が